赤貝は、船貝目船貝貝科に属する二枚貝の一種。内腕の長官体や、旋回の砂で底に浅く潜って生息し、殻には42本前後の放射バラがある。他の船貝科の二枚貝と同様、呼吸色素がヘモグロビンと同様に、鉄ポルフィリンを補欠分子団とするエリスロクロリンのため、血液が赤く、これが、名前の由来となっている。 A 型肝炎ウイルスを保有する個体が存在することから多くの国々は赤貝の輸入を禁止している。大きくても角長 12cm、体下 9.6cm 程度で42から43本の放射ばらを持つ。前述の通り意味が赤いことも特徴の一つである。主な分布域は、ピョートル大帝湾から航海にかけての区域で、日本、朝鮮半島、 中国、台湾、極東ロシアの推進例から60メートルの砂泥底に生息する赤貝の握り寿司食用として主に寿司、刺身に使われる。日本で市販されている赤貝の缶詰の多くはサル猿ガ貝が使用されている。近年は中国や韓国からの輸入物が多く市場に流通している。A 型ウイルスを保有する個体が確認されており、 加熱不十分だと感染リスクを避けられないため、専門食以外の採取の場合は、生殖を避けた方が良い。古事記にて、矢曽神に大火傷を負わされた大名虫の陣を救うために神結び命が使わした寛解姫は、赤貝、ハマグリ貝姫はハマグリだと考えられており、赤貝の殻の粉をハマグリ汁で溶いて、火傷に塗布したと考えられている。食用として用いられるだけでなく、 空のカルシウムが薬として用いられていたことが推測されている。加食部 100g あたり。ありがとうございます。